でも小学校3年生の時、初めて男性の森先生って方に出会った時に、その人は勉強しろをやっぱ言わなかったんで、ほう。すごく毎日学校行きたいなって思わせてくれたし、もっと言ったらその人がサッカーが好きだったから僕もサッカー好きになったんですよね。で、勉強しなくていいよって言われて、じゃあ別にいいや、みたいな。別にいいやとは思わなかったけど、でも森先生のためだったら勉強しようかなとも思えたし。